なんで正座させられてんの？ちょっと待って待って待って。こっちのことうるさくない？というわけで、チャンネル登録者、2000人すごーい !2000 人来ましたね、いよいよね。チャンネル登録者2000人。無事行きましたね。マジかよ、行ってしまいました。まあ、いつも見ていただいてる皆さん。そしてね、モンバトで基本的にこれ毎回言ってんだけどさ、モンバトとドラゴンクエストが強いだけで、俺そんなすごくないっていう。ね。いつもモンバトの動画を見ていただいてる方とか生放送来ていただける方にはね、本当に感謝しきもしきれません。ね、これからもね、動画上げ続けていくんで、何卒よろしくお願いします。せっかく2000人行ったんで、ちょっとだけ僕の部屋のコレクトを見せてもいいですかね。多分そんな大したもんじゃないですよ。ドラゴンクエストのグッズを集めてる人って他にもいるし、大したもんじゃないとは思うんですけど、ちょっと僕のグッズをちょっと見てほしいなということで、今回ね2000人記念ということで、まず一つ目、スネ夫まずはねやっぱモンバトやってたんだなっていうなんか伝わるんだけど、俺のね、持ってたファイルの中のカードがまずこれなんですよ。並びよ。リッチいいんだよな、リッチ。リッチちゃんといいの笑うんだよな。このリッチが当時は高くてさ、欲しかったんだよね。で、多分買ったと思う。まあだから、思い出のあるカードがね、ちょっともう出しちゃうね。思い出あるんですよ。見てこの使い古したアカン。僕が初めてモンバトに触れてね、モンバトで友達ができたんですよ、実はこれ。モンバトで友達ができて、そのモンバトの友達が初めてくれた僕の SP カードがこれなんですよ、実は。使い古した感もあるよ。思い出すごいんだよね。これ実はこれが一番思い出あるかな。うん。で、あとはですね、これ、何かわかります？皆さんは多分ゲームの説明してもわかんないと思うって簡単に言いますと、大の大冒険クロスブレードという忘れられた教材があるんですけど、それのキースドラゴンがほらキースドラゴンで埋め尽くされてるんですよ、ここ。大の大冒険で出てきたキースドラゴンで埋め尽くされてるわけですね。キースドラゴンがね、モンバトのチャンネル、僕がモンバトを実況を始めるまで、実はキースドラゴンってそんな思い出なかったんですよ。ただモンバトの実況を通してキースドラゴンが活躍したりとか、キスコって愛称がつくようになってから、本当に好きになったよね。多分使っていくうちに好きになる。多分みんなが言うナイトリッチみたいな感覚だと思うし、普通にキースドラゴンも強いモンスターではあるんだよね。だからみんなが使うナイトリッチが好きとか、そういうタイプのが自分はキースドラゴンになったっていう感じですね。で、そのキースドラゴン好き、実はですね、みんなに見たいものがある。本当に。2000人、ちょっと前かな。2000人ちょっと前に僕のこと知ってる、まあ、リスナーさんがいらっしゃって、その方がですね、キースドラゴン一式くれたんですよ。ぜひ見てほしい。まず、こちら。まずこちら、写真縦に飾ってるんですけど、こちら見えるかな。こっちはスキャバトの、キースドラゴン。こっちはモンバトのね、ノーマルキースドラゴンですね。で、これはちょっと悲しい入れ方してますけど、あ、これはね、あともう一つ、あと二つか。こちら。これ。これは大の大冒険クロスブレードで出てきたキースドラゴンですね。ちょっと折り曲がってるけど、これは実は僕持ってるんですよ。まあ、言っちゃえば、この四つは僕が持ってるんで、買いが効くんですよね。なんでちょっとね、ちょっと、曲げてんのちょっとひどくないってなるかもしれないですけど、まあ、写真立てとして2枚組で飾ってあります。そして、ここからなんですよ。キースドラゴン好きがみんなにこう伝わったおかげで、こちら見てください。すごいぞ、これ。見れる？これは、モンバトのオルトキースドラゴン。実は持ってなかった当時。当時僕はキースドラゴンを、だって使ってなかったもん。ダッシュランだったもん、使ってても。その800分の1ですよ、キースドラゴンって昔は。だから、すごい手に入れにくくって、今買ったら何円だ？かなり高いんじゃないかな、プレミアムオンですよ。で、これはね、実際にはいないです。これは、もらった人とは違う人。
ネットのね、とある友人さんがいらっしゃるんですけど、その方に、黒ブレじみた感じで作っていただいたんですよ。帽子の夢、キスコって書いてあるんだけどね。そしてこちらはね、モリセレの絵柄のキースですよね。これも持ってなかった、寝てるやつね。これね、実はね、この2枚。ただ、今これ手に入んのかなって、多分、入れようと思えば手に入ると思うんだけど、すごい大変だと思うんだよね、入手経路。これね、もう一つさらにあるんですよ。見てください。見てこれ俺知らなかったけど、ちょっと待って。よいしょ。はい。見てこれ。俺知らなかったんだけどさ、キースドラゴンってこんなカードになってたんだね。こちらもう、俺もわからない。限定中の限定なんじゃねえかな。キースドラゴン。なんとこちらのね、ブツブツ。まあもうこれ、真ん中のこれ覗くんだけど、この5つのカード。まあ含め、モンバトのキースドラゴンの種類を、なんとですね、2000人ちょっと前ということで、記念に、ただでいただいてるんですよ。ただでいただいたんだぞ、おい、これ。え？この貴重なもの、ただでいただいたんだよ、これ。これ、ロトキースとか絶対手に入んないで、こんなのさ、ただでいただいていいのってマジであったよね。だからこれはね、今大切に実はね、テレビの前にね、基本的に置いてます。いやー、本当に、ここまでキースドラゴン好きが広まると思わなかったからね。さあ、というわけでですね、せっかく実写も撮っていることですし、2000人記念のモンバと、実写で久しぶりに、こちら、天空の剣コントローラー、置物になってたんですけど、ほとんど。これでちょっと当時の感覚を実際に味わってね、2000人記念といたしましょうかと思うんですけど、一つ言っていい？これ外すわ、邪魔。いやー、来たなー、この実写。底辺実況者がまた再び増えちまったよ。というわけでね、実写で、まあ、モンバと、ね、この限定コントローラー、このコントローラーね、使って、ちょっとやりましょうか。よっしゃさあ、アーケードバトルでちょっとお試しバトルといこうや。じゃあ、勇者で、おう。勇者でね、アマかけるかやっぱキースドラゴン入れるよな、こんだけ紹介したら。入れたね。確かさ、この前の実写だいぶ前だけど実写動画で使ったんで、ドラゴンキッズだったよね。じゃあ2000人記念もドラゴンキッズコトランちゃん使うね。天でも頑張ってるしね。結局この場、前と変わりがいないな。さあ、行きましょう。よーし、実写だ。このコントローラーでやんな、久しぶりだな。まあ、なんだかんだね、生放送でもいろんな企画とかね、ごっちゃごちゃのチームとかでやってるんでね。まあ、普通にやれば負けないっすよ。うん。パパッと突破しちゃって、気持ちいい2000人を迎えようや。よーし。まあ、特に言うことないっすよね、これ、パーティーって。だって、僕が強いと思って使ってるパーティーですよね。もう、どう見てもドラゴン系飛んでくる気しかせえへんかな。お、待って、この感覚よ。このボタンでやる感覚な。見えないと思うんだけどさ、このボタンでやる感覚が新鮮で。よし、来い。これ、ひねるんだよね。よし、ひねるんだよね。ひねるんだよね。気をつけよう、気をつけよう。よし、よし、来い。キスコ、キスコ、キスコ、来た。いけ、あー、スクラーシックス、うん、これか。オッケー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 、いいよ。荒いね、使い方。ね、荒い。使い方が荒いよ。もっと丁寧に扱おうね。よく言われんだよね。仕事とかでもよく言われるんだけどさ、もっと、ゆっくりでいいよ。丁寧に扱おう。雨かける竜の元気だ。行くぜ、雨かける竜の元気脱ぐ。やめろよ。カメラアピールしてこ。カメラアピール、今のうちにカメラアピール。チャンネル登録者1000人とほど遠い。やってることもさ、2000人とほど遠いのよ、その。画面に向かってピースするやつなかなかおらへんだよな。行くぜ、ほら、なかなか見ない技だな。ポリスケモン、よいしょ。ああ、そこ行っちゃダメさ。メタルライダーに行ってほしかったのに。よし。まあ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 。ちょっとぜひね、大魔王を討伐まで持ってきて。あキスコよくもやってくれたじゃないか。思い出のカードギガスラッシュ。怒らせてやろうじゃないか。思い出のカードギガスラッシュだ。
まあ、ここら辺言うことないんすよね。いやでも本当に伸びたのはね、ドラクエの力だと思うよ。素直に自分が他のゲームやってどうだろうって感じだからね。いくぜ、甘かけるルーロケンゲームうわっ、タイトルかっこよく決めたかったぜ。今度はどうだ、いくぜ、甘かけるルーロケンゲームいやこいつキースドラゴンなんかいいわ。昔でも本当にこんなキースドラゴン好きじゃなかったんだよね確か。なんか2に出てキースドラゴンめちゃくちゃ強いじゃんってのは知ってたんだけど、そんなに愛着なかったから、本当に今でなってねキースドラゴンこんなに出てくるの新鮮だわな。1の時に嫌な思い出しかねえんだわ。1の時最強格レベルだったからねキースドラゴンってね、敵として出てくる時。さあ行ってこい、甘かけて。もう自分がさ、こんな強パーティー使ったら絶対負けないって見せてやるよ。おー、強い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 。はいはい、強い強い。やばい、甘かけみのみが強すぎる。新鮮だ、ね、ボタンでやんの。いつもさ、ウィーコンでやってっからね。行くぜ、氷の盾、トースリク、行くぞー、ボロン、見よ。本当に新鮮だわな。これでやるのすごい新鮮。つばぜり二分式でマックスとか出したいな。ああ。いやーもう負ける気がせん。当時さ、当時でもさ、どんなパーティー使ってんだね。当時の写真とかあったじゃないですか、過去の僕動画で。あれを見るに、そういうなんかさ、めちゃくちゃ強いパーティーとか使ってなかったんだよね。だから、どっちかといえばさ、キースドラゴンとかドラゴンキッズは使っ、ドラゴンキッズは使ってたかな？キースドラゴンは使ってねえ気がするもん。当時。シルバーデビルとかアルゴリザードは使ってたんだけどなぁ。あ、でもてかさ、よく思うのがさ、よくこのコントローラー壊れてないな。ちゃんと押せるもん、ほら。昔さ、テンポの大会とかで、ね、テンポ大会とかでもあったのがさ、ボタンが反応しないやつね。みんなこれで強く叩いちゃうから、ボタンが劣化してくんだよ。で、大会にもそのさ、反応されちゃうとさ、勇気がたまんないじゃん。あれちょっと嫌だったね。マジでそれは勘弁してほしいよね。じゃあ、とどめこだらお願い。いくぜ、完璧なんだよ。フリーソーソーグーで優勝、完璧なとこいったね。まあ、勝てるわな。あ、よしよし、魔王だ。魔王だね。綺麗に2000人討伐を飾るのは誰になるんだ？まさかレジェンド魔王最強？あれ？お！あれ？レジェンド魔王最強！武道の登場？おや？相手にとって不足は、ま、不足だらけだけどいろいろと。この強いパーティーを使う関係上、負けは許さない。こんな強いパーティー使うんだよ。負けないよ。でも、つばぜり合いでちょっとね、止めておきたい感はあるなぁ。過剰火力かな、これ。まあでも、弱いと止め、あ、でもそうか。つばぜりするんだったら、このままさ、デスタムーア行くんだったらちょっと変わってくるね。どういう感じに組み立てていこうかなぁ。弱いと止め打って3ターン目に光の玉とかする？そうすれば、つばぜりできるもんね。弱いと止め次打ってさ。で、まあ、その次の大魔王にオーブが引き継がれちゃう可能性があるから、ここはあえて弱いとどめにして、で次のターン光の玉使っていつでもとどめる一撃、そのつばぜりで仕掛けないでしょ。でもこれでつばぜりは一回勝負だからな。俺の動画って撮り直ししないんだよ。あ、消すかもー。寝たぞこいつ。え、カードじゃないんだから。これね、ZR が剣なんですよね。そう、これはいいよな。このコントローラーのこれ好きだわ。剣刺すやつね。で、ここは弱めのとどめに行って、次光の玉しますね。光の玉使って、新大魔王とつばぜれをいつでもできるようにしといた方がいい。よし。このまま行くとデスタムーアかエスタークかって感じが、まあドリアムの可能性もあるのか、まあ。まずはここで弱めして、次のターン光の玉で勝ちますね。まあ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 、ここは OK。で、
これね、SP を選ぶのがすごいめんどくさくって、見えないと思うんですよ。これプラスボタン、プラスボタンと十字キーでこうやってやらないといけないっていう、なんかめんどくささね。普段のこの小さいボタンでやらなあかんねんわ。青と赤とこれはあるんやけどさ、差し込む場所やればよかったのに。差し込む場所はカラーコード読むのは大変だよな、さすがに。適当にここで仕留めて、消すこ、あー、好きだなー、よし、行け、よし、行け。はい、おおわあ、ここでイテツカードされんのね。キスコどういうつもりなの、キスコちゃん。キスコちゃん、どういうつもりなんだ、一体。キスコちゃん、どういうつもりなんだい。そして最終奥義で君に行こうとするしさ。あ、勇気減らしちゃったらいいよ。ほら、行くぜ。あ、減らさないか。さあ、ここで一発勝負。2000人を飾るのは誰だ。そして俺は勝てんのかよな。ま、パーティー的には勝てると思うんだけど。赤目様ですか。赤目様で来てくださいよ。でも勇気が向こうすごいことになってんだよね。だからつばぜれを絶対仕掛けて勝たないとね。つばぜれさえ勝てばもう終わりよ、このゲームは。よし、2ターン目に仕掛けようかな。じゃあこのターン普通にやって、次赤でバンってマックス止めて、んで、勝手に終わりよ。よし、それで行こう。頼むぜ、みんな。アイスクラッシュ。止めたっていいよ。なんだったら、キスコちゃん、ちょっと2000人切る、なんか、いいとこ、今んとこ、いいとこ誰か出したっけ、なんか、まあ、キスコはミスったぐらいはかな。打点は十分。オッケーオッケーオッケー、いいよ。言うことないんじゃねえかな。やりすぎだわ、それは。つばぜりはしましょう。あー、でもこれ現場券で仮に混乱すると、つばぜりできなくなるから、ちょっとそれは避けたいな。あ、なに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 なです、神はガードを望んでるってことよ。じゃあ行きましょう。これ回して、止めるやつね。負けたら終わりよ。よっしゃ、行くぜ。今まで生放送で鍛えてきた2000人の力、見せてやる。はい、おお、なるほどね。あとはうるさいですけど、ちょっと我慢してね。もうなんかさ、だいぶ強くなったね、昔より。本当に強くなった。何が感動してるかって、2年3年こう、ボンバトの実況こうやって続いてやったり、生放送してるじゃないですか。本当につばぜりが強くなった。実感できることがあるの。本当にそれ。赤のゲージ止めが昔に比べて圧倒的にできるようになったよね。なんでもいいよ、これ。本当に、それに関して成長を感じる。モンバトを2年3年実況として続けてる上で、本当に強くなったと思う。いや、モンバトってどっちかっていうとさ、こういう風に運が絡むとこ多いじゃないですか。でもそんな中さ、技術介入があるつばぜり合いが強くなったなってマジで思う、本当に。しかも自分の2秒式だしね。なんか、7秒とか？そうそう、7秒で撮ろうとしたことあるんだけど、自分で編み出したのがチラ式2秒なんですよね。2秒式が一番いいなって。最後はキスコ、凍える吹雪で締めていただきましょう。よっしゃ、終わり。締まりねえな、おい。さすがに全員コーナーとかしながら感じですよ。全員コーナーまさかデスタマでそんなワンもかんしても、はい、終わり。成長を感じるなぁ。生放送やってて、俺を強くしてくれた存在。それがこいつなんだ。本当よ。2000人行くとか行かないじゃないんだよ。俺を多分強くしてくれたのはね、このクソ雑魚で首剣士。ほんまよ。ライアンに本当に悩まされたよね。おめえのおかげで俺は強くなれたんだな、でも。ダイアン使って、本当に、なんかいろんなダイマを通してさ、いろんな無茶チーム使って、ソロで俺は強くなったんだな。本当にやるたびに強くなるんだな、このゲームって。知らなかった。
俺も実況始めた当時こんな成長する成長することあるんだなこのゲームってな。じゃあ綺麗に終わったし、2000人もまたよろしくお願いします。イエーイ。テフロテフトコ。